今ね、YouTube 広告を一生懸命作っていまして、できれば今最新のものは今12分で松戸で流すんですけど、できれば60分ぐらいの等の YouTube 広告を今作って、請求書の受取代行であったり、それを代行することによって、委任している司法書士事務所に委託してもらうことによって請求書が届かない、 NHK からの電話もかかってこない、もちろん NHK の訪問も止まるという究極の、もう NHK と付き合う必要性がないというサービスを展開しています。もちろん裁判になっても NHK とか全部お支払いしてしまいますので、NHK と契約はしているけども、もう NHK からの連絡が基本的には来ないと。NHK とか存続する限り来ないというサービス。これがうちの売りなので、安心して受信料払いしてほしいというようなものを含めてですね、60分ぐらいの YouTube 広告を今、作るというところで進めておりまして、特にこの YouTube 広告は費用対効果が非常に高いと思っておりまして、でそれとは別に120分の YouTube 広告も今制作に入っております。映画バージョンです。こちらは、ちょっと立場が何者かわからない人がまだ大勢いらっしゃるっていうのがあって、僕が元 NHK の職員です。しかも19年4ヶ月も NHK で働いてましたっていうと、皆さんええって驚く方がまだ半分ぐらいいらっしゃるんですよね、世の中に。もちろん僕の顔を見ても誰かわからないっていう、特に20代30代の女性を中心に、逆に10代の女性は知ってるんですよ。教科書に出てくるから、中学校3年生の公民の教科書にもう僕3年前から載っているので、18歳ぐらいまでの子どもたちは学校の授業で立花隆を習うので、10代の子どもたちはむしろ知ってるんですが、20代30代、40代も含めてですけど、女性の認知って非常に低くて、それを、俳優さんを使って映画化をしようということで、2時間ぐらいの尺で、1時間半から2時間半ぐらいの尺で映画を作って、これを、僕の YouTube 見てる人に見てもらってもあんまり意味がないので、いわゆる YouTube 広告という形で、YouTube 広告が始まったら2時間の映画を見せられてたみたいな感じで、これもね、1本10円ぐらいで見てもらえるんですよね。見出したらもちろん面白いから入り込んでいくような、もちろん感じでのタッチで映画化を進めていて、当然その皆さん、最終的には皆さん受信料払わなくても大丈夫ですよっていうことを伝えていくための映画を作成に入っております。なんとか年内には完成して、年始には YouTube 広告で流していきたい。 YouTube 広告なんで見たくても見れないですけどね、YouTube の広告流れてこない限りは映らないという、YouTube 広告独特のものがあるので、しばらくはそれで話題をさらいながら、半年とか1年とか経ったところで一般公開、見たい人が検索できるようにしたいなというように考えております。先ほど、映画1時間ぐらいの、2時間の映画ですね。2時間ぐらいの映画、1時間は YouTube 広告で、2時間が映画ですね。映画は2時間になる。2時間ぐらいです。ちなみに監督そこにいる黒い高い服着てますけど、もう主演は言っていいの？いいんじゃないですか。僕の代わりで羽賀健二さんが主演をしてもらえるんです。まだちょっと、ネタバレになったらって、言えない部分もあると思うんですけれども、その立花投手の、これまでの、生き様とかを描くみたいなストーリーになるんですかね。そう今希望していますね。自分で言うのもなんですけど、相当波乱万丈なので、子供の頃にも親がいなく、離婚して、栄養失調になってみたいなところからスタートして、小学校5年生の時から信号配達を始めっていうことですね。でも高校1年生からパチンコでもパチプロを始め、で18歳で NHK に入ってパチプロもしながら、19年 NHK の裏金作りと思ってて裏をやりながらみたいな、でその後 NHK と戦う中で心の病を患いみたいな感じで、その辺までがあんまり皆さんご存知ないんですよね。だからよく電話をいただくのは、やっぱり心の病を持っている方からもよく電話をいただくんですよね。なぜ田島さんどうやって復活したんですかみたいな。だからそういう僕自身の経験してきたものっていうのを映画をご覧いただいて、
参考になる方が、特に心の病で苦しんでる方とか、まあ、貧困で苦しんでる人もそうですけど、まあ、そういう目的ですけどね。で、結論としてはその NHK の受信料は払わなくていいんだよっていうふうには、まあ、その通り、その通り、もうこうそういう感じで、とにかくこうやってやってきた元 NHK 職員の立花さんが今も NHK のお金を払ってないので、で、いざとなったら NHK との相談したらいいかなっていうことで、まあ、映画では歩きますけど、当然 NHK との広報にはなりますので、そういう顛末で今構成で、啓発映画っていうかそういう感じですよね。そうですね。だから今の僕を見てるだけでやっぱり皆さん怖いと思われる方がやっぱまだたくさんもちろんいらっしゃるし、わからないっていう、まあ、わからない人って怖いとかと思うわけですよね。その辺はどういう形でね、映画作ってくれるかっていうのは、まあ監督に一任してますけども、最終的には立花隆という人間を描きながら NHK にお金を払うことは、むしろその暴力団にお金払うみたいなもんなんですよみたいなところをですね、まあ、2時間かけてやっていけば、まあ、特にあのイギリスだったかな、そういうね、ちょっと参考になる映画もあるようなので。ちなみにもう撮影って入られてるんですか？いや、まだやな。まだですか？まだ、はい、はい、脚本段階なんで、はい。失礼ですけど、羽賀健二さんってすごい、まあ、言ったら、ちょっと立花、年とはちょっと、なんていうんですか、ね、見た目とか、ちょっと、まあ、どっちがいいとか言うわけじゃなくて、はい、いえ、はい、そうですね。羽賀健二さんを、なんか、主演に選ばれたっていうのは、なんか、理由があるんですか？まあ、本人がちょっと僕に連絡を取ってきて、で、その監督の方にちょっとやりたいっていうか、そういうのもあったので、まあ、逆に僕を演じてくれる人まだ逆になかなかいないっていうのもあるので、まあ羽賀さんとは僕まだ面識ないんですけども、まあ一緒にいいとも青年隊でやってた、あんまり仲良くないんですけど、久保田さんっていう、はい、マンション久保田さんね、はい、パチボロの部分でも、まあ羽賀さんとは共演できないし、僕と久保田さんも結構話できると思うので、その僕の人生の中におけるパチンコって結構大きなウェイトを占めてるんですよね。っていうのは全然パチンコとお金儲けとかそういうのじゃなくて、本当に正しいことをコツコツやってれば結果が出ることを教えてくれるものなんですよ。パチンコは1ヶ月とかの単位なんですけど、こういう人生とか政治っていうのはおそらく何年とかで5年10年後に出ると思ってるので、そういうちょっとパチンコ理論なんかも、マンション久保田さんなんかもね、ぜひともお声掛けさせていただいて、羽賀さんというか仲悪いようなんですけどまあその久しぶりのいいとも青年隊、あの人も野々村元さんもちょっとコロナでいろいろあったでしょうけど、そういうのも3人集まってくれる機会になればベストだと思いますし、はい、分かりました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。すみません、関連でどうぞ。はい、三省堂は同じような映画を作って、あ、そうなんですか、上映してお金を取ってると思うんですが、同じように映画、はい、本当に映画館で上映するよっていうのはないですか？だから国民の皆さんからお金もらうことはしないんです、やりたくないのでそれやらないです。はい、あ、三省堂って映画まで作ってるんだ、初めて知った。もう上映して今ですか？ですよね、今のちょっと性格あんまりそんなにちょっと情報を持ってないんですけど、3時間弱の映画にして、はい、お金取って上映しているんだったと思うんですけど、まあ、検討してるのは、いずれネットフリックスとかでもし扱ってもらえない状況になれば、それはそういうところを提供して間接的にお金払えってことになるかもしれませんけど、我々としては直接国民の皆さんからお金をもらうっていう考え、そのものがないので、はい、あくまでも党の PR なので、 PR するのにお金取るっていうのはちょっとやっぱり未だに僕賛成とネットのことは理解できないので、